ちょっとあの鈴木千代対、クレミル小池で、はい、結構あの後僕見返してお前ハロハロから始めろやハロ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 そのツッコミバレンさんがあのものすいませんで、クレミル小池で鈴木千代見返したんですけど、うん、あの結構見えてきたことがあって、うん、まあ鈴木千代陣営からしたらこれ今までのいろいろムカつくと思うので、うん、結果論で、うん、後から言われるの、いやいい、はい、あのこういう風にしてあの見てる人の、はい、俺はレベルアップが必要だと思う、はいはいはい、じゃないと格闘技いつまでも盛り上がらないよ、なんか勝った方だけが、ね、あがすごい、はいはい、負けた方がこうだって、はい、そうだったら面白くない、はい、うん、でやっぱ自分でね感想動画とか撮ってるんですけど、うん、やっぱ自分で語るのと限界あるんで、はい、だからバレンさんがいてくれるのがすごい、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、ジョビンとバレンタインの格闘技教室、はい、いやでも俺、はい、俺この本当に、ね、聞きたいことがある。まず、はい、鈴木千代がさ、はい、ここまあまあ、はい、バーンバーンとか、まあはい、いろいろまあ蹴ってたじゃん、はい、でも俺はね、はい、ぶっちゃけなんかあの打撃にそこまでの意味は俺は、はい、俺はないと思ってた、はい、俺はどちらかというと、はい、その打撃がどうのこうのなんか、はい、そもそも勝負1分ぐらいしかなかったし、はい、まずねやっぱりテイクダウン取る側として、うん、こう打撃で鈴木千代行くって言ったじゃないですか、うん、なんか、うんうん、行けなかったんですよ。前には言ってたけど、うん、結局手も全然出ずに、うん、で、クレベルがこう前に行ったんですよね、まあ、こうバンバン、うん、で、うん、下がっていくじゃないですか、うん、で、ここ、ロープ際じゃないですか、うん、この時点でダメですよ、うん、もうそう、で、ここにいるからだってもう返さないといけなくなっちゃうから、いや、返さなくていいんですよ、でもここで勝負しようとするから捕まれるんですよ、回れってことね、そう、ここで、この下がってロープ背中にして、もう右を思いっきり打とうとするから、うんうん、だから、こうなったら横に回って、うんうんうん、で、前に行った時に攻撃すればいいんですよ、はいはいはい、まあ、これもちょっと結果論になるところもあるんですけど、こっちのカウンターで消えようってこともあったかもしれんけど、やっぱロープに下がったのが良くなかった、うんうんうん、で、ここまで来て、で、ここもやっぱ右を向けるな、こっちの当たったら消えようできるかもしれんけど、やっぱジャブ打ちながら回るので良かったと思うけど、その大振りにならずに、まあでもさ、ここで打ち合っちゃったじゃん、はい、だってね、今ジョビンが言うように、はい、動くためには、多分もし俺だったら、はい、バーンって動くんだよ、はいはい、それなんでかっていうと、こっち振り切っちゃったら、はい、移動が遅くなるじゃん、なのでそうするしかないと思うんだけれども、はい、でもまあクレベル選手もね、はい、まあプレスうまかったよ、まあ、もちろんうまかったですよ、前に来るんじゃなくて結構こっちに来て、はい、来たりとかしてたからね、うん、まあね、うん、でストレート打った時にね、これこうやってバーンでこうじゃん、ロープ際って、オッケー、ロープ際ね、はい、ちょっと俺が言っていい、はい、まだジョビンが答え言う前に、はいはい、ね、こうあったじゃんこうやって、はい、でこうやってバン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 打ってた、はいはい、これって俺思ったのは、まず足こう出して、はい、頭を下げることじゃないの、はい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 、でしょ、これをこう下げることの方が、そうですね、このこれよりはいいんじゃないの、そう、僕も同じことだ、これまず絶対な、このパウンドでしょ、その絶対いらん、だって効かないじゃん、はい、それはね、本当そんなことする今あったら切るべき で、うん、でまずね、この足をこう入った時に、うん、多分こっちで巻いてたんですよ、あ、こっちこうこう、うんうん、でこれって、うん、ないよりはもちろんあった方がいいと思う、うんうん、でも俺そんなことよりも両方絶対脇刺すべきですけど、その両方ああこう絶対刺す、まあ、だからこっち殴ったじゃないですか、うん、こっちの手で、うんうん、でまずこう掴んで、この手で、そう、ここそういう時感じですね、うん、絶対ここから両足タックルに移行してくるはず、うん、もちろん効く可能性もあるけど、うん、でもここ掴まれたら絶対嫌なんで、ここをそういう時ですよ、で行こうとするとき、ここ入らせてるから、こうやって脇刺す、はいはいはい、そうしたら取れないんですよ、ああここ殴ったりするから、あー、オッケーオッケー、こっちで掴ませないようにするために、絶対脇刺す、もうここ下に入れとく、もうそういうとき、はいはい、入れようとしてきたら絶対脇刺す、もう一回ですか、うん、この状態に行こうとしたときに脇刺す、そうそうそう、あー、こういう殺されたら結構脇刺す、ちなみにね、もう一個、はい、ね、最初、実は言ってバッて掴まれたときに、はい、鈴木選手の足ここにあったんだよ、で、はい、俺は外にあるうちはいいなと思って、はいはいはい、これ足をね、確かにこうですよね、そうそうそう、こっちの方が確かに、そうそう、でしょ、で、はい、このまま、だから、まあ、もちろん、攻めてきたら目なんだけども、はい、俺、まあ、一番最初はこういうことなのかなと、この頭を自分のこの、ね、膝よりも下に押さえるというか、はいはいはい、うん、ちょっと僕いいですか、いいよ、教えてほしい、うん、逆にこっち、まず掴んでもらっていいですか、右ストレート行って、ここ片足で、あ、バーッつって、まだ、あ、この時期につくのってなかなかないですけど、ちょっと真逆なんで、ここで説明したいんですけど、うん、僕、よく説明するんですけど、うん、頭を下げるってバレンさん言ったじゃないですか、はいはい、で、まず頭の下げ方が適当にこの辺とか押したってあんま意味ないんですよ、はいはい、これ僕何度か説明してるんですけど、うんうん、首の、うん、本当根元のここの部分を、うんうん、こう、あー、はいはい、おー、すげえ、すげえ、わかりやすいこれ、うんうん、
どこでも落ちたらいいわけじゃないでしょ。しかも全然掴めるんで、ちょっと近くでやってもらっていいですか。近くで、手の使い方まず言いたい、うん、こういう風にするんですよ。で、うん、こうで、ここで壁を作るんですよ、うんうん、掴んのに、ここで、うん、全然掴める、うん、あオッケー。ちなみにさ、ちょっと俺の頭を、はい、頭を押してくんね。あ、あのね、はい、これね、面白い。これよ、俺も知らなかったけど、はい、あの頭だと、はい、俺の力が入るんよ、はいはいはい、グッて。そうでしょ。首だと、なんかこの力を、はい、力感を入れれるところがなんか嫌でしょ。いや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 、あーっていうのも動くけど、もし掴まれた場合、ここでもうこうただただ押すだけじゃないですか、うんうん、左からこうか、あーはいはい、で、うん、まあ、これでまず片足だけどかなり嫌でしょ。うん、嫌だ。もうもうで、両足行こうとしよう。まだ、まだ掴めないと思うけど、掴めない。もっとこうで、こうで、こうで、で、まず掴んでください。はいはいはい。で、こう両手でやってもいいですよ。もうマジで嫌だ。力入れるでしょ。あここでで、あの、まあ、これ本当超、これ本当全員使ってほしい。ここ首の中と、逆ならこっち掴まれたら、あ、もう一回こっち、これまっすぐ押すんじゃないですよ、うん、こうかなり嫌がる。いや、で、一応俺はこっちの手も、あの、もちろんレスリング自信があると殴っていいと思う。でも、クレベルなんか寝かされて終わりじゃないですか、ここ添えとく、俺両足掴もうと、また掴めないでしょ、ここでやられてるだけで。もう前に行けないでしょ。あの、前に行けない。前進する力が、うんうんうん、で、これがなくて、うん、後ろに向いたらバックつかれるんですよ。で、ここで壁をつくと最後に、はいはいはい、これがバックつけないでバックの、うんうん、ちなみに、じゃあこれって足抜くためにどうしたらいいの。でも、もうこのままこのまま、うん、こうする。あ、ここの手はそういったままね。そういったまま、うんうん、はい、ここの、うん、持ったまま、うん、下に下げる。で、下げると同時に、うん、これもここつけたもんね、はいはいはい、これがなくなるとバックにバックにつくな、はい、ちょっと俺もやって、俺もちょっとやりたい。これやって、で、頭じゃなくてここここういう感じです。こう、あ、そう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 、あ、こう、あ、結構いいやつね、これ。あ、これで入る力がね、うんうんうん、あ、そう、はい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 、あ、すごいね。いやいやいや、あ、だからどこでも落ちたらいいわけないですよ。組みの、でもしかも簡単にできるんですから、別に。そうだね。で、これを、もう一回やってもらって、効果変えてるのが全然楽じゃないですか。はいはいはい。鈴木千尋がやった、うんうんうん、いや、やらないよりはいいっすよ。これ何もせんよりは、うん、いいっすけど、うん、こうされるのとバレるのどっちが嫌だ、うん、あー、絶対これ絶対嫌だ。絶対絶対嫌だ。入れないでしょ、これ。入れない入れない。ここ、こう、小手にも俺巻くのあんま推奨してない。残った手は絶対こう、あ、で、できますから。すげえ。あー、これ本当だ。あー、こういう感じ。なんかじゃあ、あの、あ、頭じゃなくて首の根元、あー、そういうのってなんかすごい大事だね。そう、あー、でこの壁をがないからこうバック疲れちゃうんで、絶対こう、うんうん、持ったままこう抜くんだ。あー、こうやってバーって抜いて、またあのゼロポジションに戻すみたいな。まずこれ、あー、ちなみにじゃあ、結果的にさ、はい、まあこうさ、あの、ここでなんかまあロープ際でさ、はい、だからさ、でもどんどんもう頭がここまで、クレベルの頭がこうやって上がった時点で、はい、あ、これもう下に行くんやろうなと思ったけど、はいはい、もうあそこまで来たら、もう一回倒れたと、はいはい、方法はないの、あそこから。でもここでも本当ずっとこれでいいんですよね。あ、形入ってる、この状態、うん、こうなっても、ここの時点でもずっとこれで絶対入れない。あ、そっか、じゃあこれって別に立ってる時だけじゃなくて、地面でもとりあえず相手の頭を向こうに押したい時には首の根元ね、はい、頭もいいやけど、頭よりずっと上位、うんうんうん、頭が全然まだ、しかも抜けるでしょ、これ、はいはいはい、あの全然、切り替え、ここだと多分引っかかってこう取れないんですよ。これ柔術の時めっちゃ使えない、はい、使えない、ね、こう引っかかるんですよ、ここで、はい、そうか、こう引っかける感じ、掴むんじゃなくて、やっぱりこれ抜こうと思って前に来てもらって、そうだね、もうさ下がるしかない、下がるしかない、入ってこれないでしょ、これ、うんうんうん、でも全部で俺これ使う。だから倒され際とかも、ああこう倒されたとしてもここでこうする、はい、これ近づけないでしょ。すげえすげえ、これ何のかやってるんですけど、これ使ってくれるやつがいないんで、おー、いや、これすげえ、しかもなんかすぐできそうだね。すぐできる、知ってさえやから、ね、場所が重要なんです。でね、ちょっと続きいいですか、うんうん、ではまず1個言いたいのが、クレベルがね、うん、テイクダウンしながらマウント取ろうとしたんです。あれ素晴らしいなって、うんうん、もうこのなんていうの、このそうかぶりながらみたいな、あれね、やっぱり青木真也とか、うん、まあ正直俺も、はい、自分の名前ですけど、うんうん、俺もぶつかるんですけど、うん、テイクダウンしながらパスするのって超重要で、うんうん、だからちょっとまあ集合して、うんうん、こっから倒しながらマウント取るんですよ、このまま、このまま、はいはい、これめっちゃいい、うん、ただ、うん、
これを下げそうだったんで、鈴木千尋も足をすぐ抜いたんですよ、うん、後ろに立つように悲鳴に倒れ、そういう風に抜かれたんですよ、うん、でクレベルは、うん、このマウント取りたかったら させなかったところ鈴木千尋が、そしたら残った手首をこう使うんですよ、こうやってやったの、こうやってやりました。ちなみにね、はい、ちょっと今さ、今ちょっと一個ずつでやるけど、ちょっともう一回今マウント取りながらバンッつってバンッてな、そしたらこの時に、はい、ね、ここでもあ、めっちゃそう、さっき言ったそう言ったこれを、ね、そう、それがセットできてたから、これを固定をもう一回巻かんよりは巻いた方がいいけど、こうしてたらもう全然嫌じゃないですよ、暴れてたら、もう一回バンッてきて、で、ここ、あ、もうめっちゃ嫌、もうめっちゃここさ、要はだから、この足の時点でもできたし、下になってもできたっていうことね、ちょっとガードからちょっと話されるけど、ガードこういうのあるじゃないですか、ここで立つ時とかも、みんな適当にこう立つって立つここ、はい、この入れない、ここ首の、そう、いやこれはすごいね、ほんとちょっと俺呪術で俺もやる、うん、それやるよ、マウントじゃ取られた後の状態、そうするね、まあそのここまで登られたらもうアウトじゃん、そうで、まず登られないようにするべき、登られないようにするべきじゃん、マウントとかでもあのね、ちょっとマウント取らしてもらって、はい、どうやっていいですか、ね、鈴木千尋がこう抱えてるだけで、こうされたらすごいやりやすいんですよ、でどんどん、そう、ね、腕をねこう上げられたらマジでやりやすい、この膝とかででしょ、もっと上に来てもらって、あ、もうこうなったらすごいや、うん、最後こう固定されてた、そうだね、で、まずね、こうされたくない、マウント取られたら、で、どうするかってこれ押すのも、鈴木千尋もあんま押してもなかったけど、この辺とか押してもあんま意味ないですよ、ちょっとした嫌がらせにしかない、ここを押すよ、おお、はいはい、ここ、だからここを押したら前に来れないやつ、ちょっとやってもらって、はい、じゃあ、バネさんじゃあ、押すと俺、あの、前に行くようにやってもらって、はい、OK、そうだ、でここ押されたら力入るでしょ、なんでもだね、なんかそのジョビンが教えることはさ、はい、その首も、はい、ここもだけど、なんかその体の一番こう力が入る部分をなんかこうそこからのけるというか、はい、あここ押されたらめっちゃ嫌なはず、ここ押されるより全然落ちるの、ここを何も押さないんで、こう抱えてるだけなんでどんどん上来られるんですよね、ちなみにね、ちょっとごめん、あの俺興味あるから聞くんだけど、はい、上にいる方はここをされたらね、はい、どうすんの、そのだってさ、この足をこの中に入れようとしてきてるわけじゃん、はい、うん、これはもうこれはね、俺これは対策もあるんですけど、あのここ隙間作っといたらいいですよね、どういうこと、これ密着するじゃないですか、でこの腰骨を近くにしたら絶対浮いちゃうんですよ、どうやったって、ここ浮かしといて、押してきたら潰す感じです、これ、ブーやっていいですか、はい、押されたら、ほんと絶対浮いちゃうんですよ、マジで、やったら分かる、ここ押されるのめっちゃ嫌なんですけど、嫌なんで、ちょっと浮かしとくんですよ、どうしようですか、はいはいはい、浮かしといたら、もう一回です、サイドとかもそうなんです、密着してたらブレーキで持っていかれるんで強いやつ、浮かしとくんですよ、で、どうしようですか、そうする、今度、隙間作る、隙間作って逃げようとしたら潰すみたいな、そう、ダイちゃんとか押すもう半端じゃないんで無理で、もう浮かしとくんですよね、浮かして潰す、すげえ、まあクレベルもこういうのできるとは思うけど、でも前に行くのは難しいやつ絶対、少なくとも上に上がられたんで、じゃあ俺はね、ちなみに俺いつも自分のね、俺もマウントの返し方がだから、まあ、はい、今みたいに俺分からなかったから、はい、もうそれだったらもう今後はこうするけど、はい、今まで俺はね、はい、こうやってた、こうやって僕でもこれに戻したところであんま意味ないっていう考え方なんで、ああなんで後ろとかなんか取られるから、やっぱ下になってるのを返したいからまず立ちたいんで、何が一番いいの、ちなみにだってもうここまで物いや、そのやり方も言いたいですけど、ちなみに全力で逃げてみますよ、僕から、え全力で、分かった、いいよ、お願いします、はい、いい、じゃあよーやっ、結構来る自信ある、すげえ
でも今のもやっぱ本当充実の動きですよね。結局ガードにしか戻そうとしてないんですよ。そう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 。それがもう結構推奨しなくて、うんうん、ブリッジで返したいんですよ、ね。うんうん。でね、ちょっとそれ続きいいですか。いいよ。鈴木千尋が一回ブリッジしたんですよ。うん。すごい良かった。これもそれね、俺何度か説明してるんですけど、ジョビンテクニックで。うん。ね、こっちでブリッジしたんですよ。うんうん。でこれ足はすごい良かった。うん。足若干浮かして、うん、ここから背負う感じするんですけど、うんうん、これプラス。うん。手が使いたかった。あブリッジのコツってこの手なんですよ、うんうん、と俺は思ってて、うん、この手が全然曲がったまんま、うん、こういう感じで今、うんうん、なんですけど、うんうん、この手を行く方向に思いっきり出した、うん、これだけでめっちゃ、うんうん、めちゃくちゃバランス取れるでしょ。いわば下半身も崩しながら上半身も、下半身はめっちゃ良かったの鈴木、うんうん、ちょっともう一回ですか。手だけあのからまあ、ちょっとキープしてください。全部返さないで。これだけ持って帰るじゃん。めちゃくちゃ、うんうん、これがあるのとないと全然違います。これだけ、まあ足は良かったけど、これを、うん、これだけでだいぶ、うんうんうん、これ手を使いたい。あれは、ね、要は、はい、こっちで下をこう返してるから、はい、上もプラスしてやるってことでしょ。そう、遠くかね、遠くにこれだけでバランス崩れちゃうんですよ。手が死んでるんで、うん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 、あのちなみに、うん、2種類やってブリッジ、グレベル相手にやるんだったら、うん、あのこのままでブリッジしたらバック疲れる可能性あるんで、こうだね、手は背中に回したい、こっちに、うん、こっちに回す、まあ、さっきやったやつですけど、うん、で返しながら、でもこれやるんだったら、うん、あいつ三角すごいんで、はい、三角は絶対気をつける返しながら、うん、あのこの時にこうされるんで、だから手はこっちの手は絶対間に入れるブリッジの、ここ、はい、ここをこうするんで決められちゃうんで、ちょっと待って、俺がそもそもそこうまくできないからちょっと、はい、もう一回、これを倒した時に、はい、そのまま、ちょっとゆっくりまーんって言ったら、そう、ここで絶対狙ってるから、うん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 、くれべる、こういう感じの、だから間、ここの間を絶対入れる。あブリッジしながらも、はいはい、絶対ここ、うんうんうん、まあ、どのポジションでもやるけど、くれべるってやるんだったら、はいはい、手を外に回さない。あすげえ、ちょっとバックだけ言ったら2種類やって、でも俺こっちの方が自信ある。いや今のブリッジは、うん、ブリッジで絶対バック疲れない方法、うんうん、もう一個が、うん、ブリッジするんだったら、うん、これもね、もう手は使うけど、うん、その場で、うん、こっちに回るんですけど、うんうん、ここでみんな止まっちゃうんですよ、うんうん、まあ、これちょっとフィジカルとかも結構問題ある。でもこれさ、こうなるの、はい、クレベル相手にこうなるの怖くない？絶対いきます、俺ならやる、だから、ね、2回転回るイメージなんですよ、うん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 、ここで、うん、そう、あのちなみに、うん、密着してもらった、こうしてきたら俺ならこうして、うんうん、密着してきたら、うんうんうん、で、胸張ってくるじゃないですか、うんうん、殴る時とか、うんうん、この時は、うんうん、手を思いっきり使う、あれ、それはだから相手の体が上がった時に、上がった時そっち、上がった時にそっちってことね、はい、で相手が密着してきた時にそっちか、うん、背中回すか、うんうん、で今のそれ2回転回るってのは何なの、ぐらいのイメージ、半分で止まってしまう、バックスからやるみたいな、もうあの、そうかさ、こういうことね、要はこう来て、はい、ボーンみたいな、そうそうそう、そのぐらいのぐらいのイメージでやる、でも本気で一回押さえ込んでくれないですか、はい、危ないからここでやるの、あー、前さんの上で、でも、返すんで、うん、それ本当にキープしてください。オッケーオッケー。いいですか、オッケーですか。こっちにブリッジするんで。でも、それキープして、本当にバックつけたらついてください。分かった分かった。いいですか。ちょっと、もう一回ですか。ちょっと待って。オッケーですか。で、あちょっと、もう一回やらせて、もう一回やらせて。いやー、すげえな、でも。ちょっと待って、ね、てかそれで無理ならまた違う方法やるんですけど、一回目、うん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 、いいよ、ちょっとこれでいいか、よいしょ、ちょっと待って、いや、まあまあまあでも、まあ、あの、なんとなく言ってることは分かる、多分それでもクレベルはつくんだろうけど、まあまあ、まあ、マジすごいでしょ、ね、まあ、その、もちろんだってさ、そもそもさ、ここになることは、はい、それは推奨されるわけじゃないから、うんうん、できればならん方がいいわけやから、うーん、オッケー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 、疲れましたね、やばい、疲れたでも、いや、俺柔術やってて、はい、ちょっとすごい、これまあ、これがでも一番、ほんとまずこれやってほしい、これから、
これと小手巻かずに、うん、絶対これ、うん、それは多分俺結構柔術って膝から結構始めるけど、はい、そういうところ来たと俺上になりたいから、はい、そうっすね、すい嫌なのよ、はい、なんでそこを抑えることと、なんかマウント取られた時に相手が密着してたら腰、はい、うん、で自分が上取った時はスペースを空けて、はい、返してきた時にこう、そう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 、体重を乗せるっていうのはなんかすげえ勉強になった、はい、ありがとう。あ、で、10時、10時最後忘れてた。いやいやいや、10時、これが結構一番重要なんで、まあ、こうされてると全然あのこうされてるじゃダメなんですけど、うんうん、まあね、でもまあここまで来たと、はい、で、こっちの手で左手ってあれで抱えたのは、え、左手抱えたのは、そうこっちで抱えるかな、あ、まあまあ、でもどっちがいいんだ、俺らはこっちで抱えるんだけど多分左手と思うんです、こっち、あ、OK で、こう抱えられた時点でこっち見てから危ないんで、うんうん、絶対起き上がるんで、こっちに、うんうんうん、まず、もう一回、こっちどうすか起き上がろうと思ったら、結構手に使ったら言えないでしょ、無理無理無理、うん、でも多分ね、こうしたら三角に移行してくると思う、テレビだったら、だからどんな時でも、まあ、この時点で大丈夫だけど、うんうん、腕をこう、あの、ちょっと足上げてもらっていいですか、上げるってな、足をこう、こうされたくない、絶対どの状態でも、うんうん、これも三角セットされる、うんうん、逆もそう、うんうん、足をこっち外、この状態されたらもうさっきあの最後決められちゃう強烈に、だから絶対足の間にいる、どの時でもクレベルってやるんだったら、この俺の足の間に両手を入れて、両手がある感じ、うんうん、足でそれを意識しながら、うんうん、こっち抱えてきたら、うん、これ思いっきりこっちにプリッツ、ああ、そしたらまずブリッジ、思いっきりブリッジ、さらにこっち腕掴まれたらこうしたいですけど、あ、ちょっと今やってやって、俺も勉強になるからちょっと知りたいね、あのこう残したまんまなんで、これは腕取られる放題なんですよ、うん、これね、こうされたら、うん、こうします、こうでしょ、こうされた時点で、うんうん、こうします、そう、これでもさ、これ超重要、え、でもさ、これこのまま、はい、このまま結局、え、ああ、え、マジでじゃあ思いっきりやってもらってさ、これで、いや、マジで本気で追っていいんだよ、で、マジで思いっきりやってください、で、思いっきりやってください、マジで、え、思いっきりやってください、ちょっとね、こうすればいいよ、で、力入れたら背筋で多分後ろにやるじゃないですか、その間に相手に向かって起き上がる、あー、でもその間も三角は絶対比例したい、うんうん、足と足の間に、足の間に、あー、まあ、これは正直俺フィジカルあるっていうのもあるけど、でも手首掴まれたらどうしようもないですよ、こうクラッチで、うんうん、こういうクラッチにして十字やられても絶対手首めくられるんですよ、じゃあ僕はそれやらせてください、僕10時普通にクラッチしてもらっていいですか、普通のクラッチ、あ、普段、ここね、そう、これだったら、うんうん、どんだけ力あっても手首をこうめくれたらきついんですよ、ああ、いいでしょ、うんうんうん、もう一回、一応顔に割れた、俺結構、結構でも俺柔術やってる時に、はい、このクラッチ切れずにいつも、うーんで力づくで、ボーンとか外してる、そうそう、お客さんならこっちの方がいい、うんうんうん、でも、やっぱ手首をこうめくれたら結構いい、きついぞ、きついぞ、だから手首を隠してやるんですよ、うんうん、さっきの、あ、ちょっと、これ、そう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 、うんうんうん、こうしてやったら手首がめくれなくなるんですよ、うん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 、でバレンさんも力あるから、こう力ないやつはまあ厳しいかもしれんけど、うんうん、ここでこうやってなかなか難しいんですよ、うんうん、手首めくれないでこうされたら、うんうんうん、だから俺十字の形に入られそうだと、まず手首を隠す、あ、う、あ、んうん、これでかなりきつい、うんうんうん、バレンも力強いし、うんうんうん、いいね、この手首を隠すとか、なんかそういうポイントがすげえ大事だと思う、そう、ほんと手首が重要なんだよ、首の根元を押さえるとか、そう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 、あの腰を、こう隠されたら、ほんとめくるの相当難しいんですよ、あ、で、そうもするし、こっちも、うんうん、で、その間にこっちに起き上がるんです、うんうん、これ、うんうん、そうそうそう、こういうことね、そうそうそう、まあ、とにかく手首を隠す、形に入られそうだったら、もうマジ一旦隠す、うん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 、まあ、ちょっとそれでも超怪力だったら決められるかもしれんけど、うんうん、かなりこれで、あの、うんうん、抑えれるんで、はい、めっちゃ汗かきましたね、ガールズバーなんですよ、ね、まあまあまあ、でも、でも、いや、すごい俺は、じゃあキューピーどうだった、なんかちょっと、ちょっと、あ、そうなんだって思うよな、面白いですね、面白いよな、なんかこの、なんかこう、柔術って、なんかこう、レゴブロックを組み立てていくみたいな感じで、そうそうそう、ロジックがすごいあるから、うん、これ、多分、見てるオーディエンスの皆さんも、そういう観点で見たらすごい面白いと思う、マジでだからライジンが2倍面白くなると思う、フレミルとかサトシに寝技持ち込まれたら絶対決められるみたいなイメージあると思うけど、うんうん、続き方がありますから、ちゃんと、うんうんうん、もちろんそれはあるんだよ、テイクダウンもそう、うん、もちろんすごいやつあのね、決められ、捉えるかもしれないけど、さっきの首を押さえて、うん、寝かされたとしても首を押さえたら全然話変わってくる、うん、そこ何もせずに小手巻いて殴るから、そら捉えるよなっていう、うん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 、
ありがとうね、ありがとう。いやいや、でもあのすげえ分かりやすかった、マジ本当に。今だけはジョビン先生と呼ぼう。それであのと向けで鈴木千尋陣営はちょっとあんまり気分良くないかもしれないけど、いやでも、うん、僕が主にはこういう風にしたらまただいぶ改善点で、うん、その、うん、勝てた可能性で、まあ、うん、防げた可能性もあったんじゃないかなって思います。別にだってこれはね、あの平幕連の時もそうだけど、はい、別にその相手陣営に対する文句じゃないじゃん、はいはい、そう見てる人たちにあのいろんなね、はい、それは多分コメントにもいろいろ出てくるから、はいはい、あそう面白いと思う本当に、はい、皆さんマジであの俺も勉強になってます。まあ、こういうテクニック動画まだあのやらせて試合の後とかにこうすればよかったんで、はい。はい。じゃあ皆さん、見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。